日は松井塾の松井です。まあ書院作りの要するに作りということで付け書院ということをやっていきます。まあ付け書院ね、難しいんですよね、説明が。なんであれがあるんですかとか言われても結構難しいんですけど、まあ要するにイメージとしたら、まあ和室のイメージっていうと和室のイメージもつかないのかな。はい、まあ掛け軸がこうありましたって、まあここにこう掛け軸かかってるところに普通あんまり足踏み入れないんですけど、この掛け軸かかってるところに足踏み入れないんですが、この掛け軸が整ってるこのこっち側ですね、こっち側にこの空白があって、まあ、障子があってみたいな感じになってるんですよ。まあ、それが何のためにあるのかって俺もよくわかんないんだけど、あの、まあ、なんか、見栄えがいいとかそういうのがあるんでしょう。はい。ということです。よろしいでしょうか。まあね、建築なんて興味がないんでね、家なんて住めりゃ何でもいいやと思っちゃうんで。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。